カリフォルニア州、マウンテンビューの店舗。オレゴン州、ヒルズボロの店舗。レクリエーショナル・イクイップメント・インコーポレーテッド、略称例は、アメリカ合衆国のアウトドア用品店である。1938年、シアトルで、ロイド・アンダーソンとメアリー・アンダーソンが創業した。彼らはオーストラリアからピッケルを輸入しており、登山用品を扱う店舗として開業した。 2000年4月21日、初の海外店舗として東京都町田市、鶴間のグランベリーモールに、例東京フラグシップストアが開店した。店舗運営は100%子会社の RE、iJapan 販売株式会社。しかし2001年で閉店。後地には2001年12月21日に、競合他社のモンベルが出店した。現在日本国内で例を利用する場合、 同社サイトを利用したメールオーダーによる個人輸入が必要となっている。かつては送料の安価な船便の指定が可能であったが、現在は航空便のみで購入価格重量制の固定料金となっている。入会費20ドルで会員向けサービスを受けられる。ありがとうございます。